バレーボール、大同生命 SV リーグ埼玉アげオさんの 0NEC 川崎、12日、川崎市ドロキアリーナ。世界最高峰リーグを目指す新リーグの大同生命 SV リーグの女子が開幕し、昨季 V リーグ3位の埼玉アげオが昨季覇者の NEC 川崎を敵地で3対0で破り、開幕白星発進を切った。観衆3280人が集まった注目の一戦で、 大道生命 SV リーグ女子の記念すべき初勝利をつかんだ。NEC 川崎のアチャラポーンコンヨットのスパイクで SV リーグが幕を開けた。競り合いの第一セット、S22 から23から埼玉上尾のアウトサイドヒッター、OH 黒子愛の痛烈なスパイクで追いつくと、OH 佐藤由加主将がレフトからクロスに決めた。客席が NEC 川崎カラーの真っ赤に染まったアウェーの中、 接戦の第 1S を取りきると、第 2S 以降も流れを手放さず相手を寄せ付けなかった。同時にコートに立てる外国人選手が増悪した新リーグで、NEC 川崎は対出身のアチャラポーンに加え、ブラジル代表で昨季までイタリアセリエ A でプレーしたロレーナ・メアリーズ・ダ・シルバをライトで先発起用。埼玉・アゲオはベンチ入りした全14人が日本選手。 総力で昨季 V リーグ2連覇した強敵から干渉した。